私は現在日本を良くしたいという思いのもとに、自分の足を使って日本各地や世界各国を飛び歩き、リアルな情報をたくさん収集しています。そして今年からそうやって私が集めた情報を無料で公開するコミュニティを作りました。 LINE アットにぜひ今回登録をしていただいて、一緒にコミュニティのメンバーになっていただきながら意識改革を起こしていきましょう。あなたのご参加をお待ちしています。CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くも、前回引き続き小田村先生にお越しいただいています。小田村先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。4回にわたりまして、はい、長い自己紹介をしていただいたというのはちょっと失礼なんですけれども、まあ、1回の自己紹介とですね、先生の先祖にあたられる吉田松陰先生から、小田村虎次郎さんのお話、お父様の話まで前回聞いてきたんですけども、まあ、そういったずっと教育に関わるような活動をされてこられた血筋の先生が今大阪市で学校の校長先生をされているということで、前回までお話ししたいというようなバックグラウンドを持って教育の現場に入られた先生が、実際現場を見てどんなことを感じられたのか、まあ、どういったことをされているのかということを今回からちょっと2回ぐらいにわたって聞いていきたいと思いますので、ぜひ現場の話を聞かせてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうざっくばらんな話、はい、まあ、レジュメがありますので、はい、まあ、大体沿って、お話ししたいと思うんですが、はい、まあ、小学校の教育というのはですね、私はもう非常に大事、はい、大切だと思うんですね、うん、まあ、じゃあ人間形成がされるかというとそうではないと思うんですが、まあ、幼少期、はい、まあ、6、7歳から11、12歳まで、うん、っていうのはいろいろなことがあって時間がすごい長く感じるはずなんです ね、 そうですね。もう大人になればなるほど、はい、年取っていけばいくほど時間が短くなりますのであっという間になります、不思議なことなんですけれど、でそのいわゆる初等教育はもう本当に何ですか、人格の形成上も大事ですし、日本というか、まあ、国を担っていく子どもの子どもを育てる上でも、教育ということでも非常に大事なところであるかなというふうに思っております。はい、ところが実態はじゃあどうなのかというと、うん、もう惨憺たるその大阪市あるいは大阪府ですね、私は3年間、うん、府下の市にもいましたので、はい、もうこの7年近くですね、はい、もうあまりにもひどい現状で、うん、もうびっくりして、うん、で前回ですかおっしゃってたような、その大きいところから本当は変えなければいけないかもしれないんですが、はい、まあ、現場現場で物を申していくと変わっていくところもあるかなというふうに思ってまして、うん、はい、まあ、今3つ目の校長、はい、3校目の校長なんですが、本当に4校5校ぐらい続けていけたらだいぶ浸透はするのかなというふうに考えております。うん、で何がびっくりするかと言いますと、やはりきっちりした教育ができてないっていうことなんですね。うん、ちょっと漠然としてるかもしれないんですが、はい、その今いろいろなことが事件が起きております。いじめであったり、はい、まあ、あるいはもう本当に親が子供を殺すとか、はい、暴力を振るうとか、うん、いろいろなことが起きてるというのはどういうところに問題があるのかというと、やはりその、教育が私は問題があったのかなと。はい、で、教育の中立性といって、教育、まあ、なんですか、よく言われているのは教育委員会というのが自治体には置かれています。はい、で、じゃあ教育委員会というのは何のためかというと、教育その中立性のために置いてると。はい、うん、ところが私はもう一言で言って、じゃあ戦後の教育は中立だったのかというと、はい、とんでもなくてですね、うん、もうそれこそ変更教育をしてたんではないのかなと。はい、
でその弊害が今でもいろんなところで出てきてる。もう小学校であったり、小学校だけではないですね、はい、もう中学高校で、まあ、大きいことで挙げていくと、あの南京大虐殺であったりとか、はい、あの従軍慰安婦、もう一人歩きしてるようなことが、もうそういう教育現場に浸透して、でもそれがどこか、何かというと先生たちですね、はい、いわゆる本当に先生たちがそういう教えをしてるっていうこと、うんうん、ところから今の子ども、まあもう今のもう教え子ですから、私の年代よりも下の、私今60なんですけど、はい、それより下の人たちというのはもう本当に偏向教育で育ったような、うん、はい、で組合活動も盛んであったですね、はい、戦後教育ですから、うん、でまあ、あの日教組であったりと、いわゆる共産系であったりとかいう人たちがわーわー煽り立てたりしながら教育現場を仕切っていたと、はい、うん、本当に人事権だってそうですし、もう数年、5、6年前までじゃないですか、学校の中に人事を決めるような人事委員会っていうのがあったりしたんですね、はい、うん、まあ、そう、もう本当に信じられないですけど、はい、校長の裁量権ではなくて、それに物申す先生たちがいたと、うん、で校長先生も弱いですよね、はい、校長先生ももう先生の顔色ばっかり伺ってる、うん、物を申せない人たちが多いんで、うん、あのもう今でもそうだと思うんですけれど、もう9割ぐらいがそういう先生じゃないですかね、うん、で民間校長をじゃあ雇います、はい、でじゃあ民間校長さんはうまくいってるのかと、うん、まあちょっと旬、橋本大阪市長の頃とか、まあまあ旬だったような感じがありますけれど、まあ、民間校長はこの20年ぐらい前から出てきてます、うん、はい、まあ、東京でもやってたことありますし、横浜だったり、うん、広島、うん、広島ではあの自殺しちゃったりとかですね、はいはい、ありましたね、まあ、新潟、あの、うん、1回目の時に申し上げた新潟とか、まあ、九州とか東北でもあったりとか、ただその民間校長さんも巻かれちゃうんですね、入っちゃうと、うん、はい、民間人から、いわゆる会社からこういう世界に入ってきても煽られて巻かれて、結局何も言わずに、はい、うん、じゃああなた何やってたんですかっていうと、さあって言って、うん、やめていってしまう、はい、じゃあ私はどうなのかっていうと、私はね、やっぱりそれは許せないですね、うん、ちゃんときっちりした教育をやっていかなければならない、はい、じゃあ先生の資質ってどうなのかと言いますと、うん、まあもう歯に衣着せぬようなことを言いますと、はい、もう本当に低いです、レベルが、うん、大阪だけかもしれないですけど、うん、はい、まあ大阪は、大阪はね、僕も歯に衣着せぬよ、そういう低いです、残念ながら僕は福井県なので、あの福井で教育現場も教壇に立ってたので分かりますけど、だ地方の方が高いんですよ、地方の方が先生になるの難しいの で、 難しいです。で東京とか大阪に行くほど簡単になれるので、どうしても質が落ちるんですね、はい、もうそれは やむを得ないです、はい、やむを得ないですね、はい、もう本当に3倍ぐらい で、うん、で最初びっくりしたのは、本当に字は書けない、字は書けないっていうと極端ですけど、はい、通知表のコメントなんかも、もう私が銀行から、まあ、あの変わってなった時からもう私に添削をされる、あの外に出す学級だよりとか 学年だよりなんかも添削をされる、はい、それ先生ですよね、はい、恥ずかしいですよね、はい、と思うんですが、まあ、銀行員 あの面々の方が非常にレベルが高かったですね、はい、だ比べちゃいけないのかもしれないです。いや比べるべきでしょう、はい、で教育者なんだから私はやっぱり勉強しないといかんと思うんですよ、うん、先生たち、はい、そんなレベルじゃいかんから、はい、もう本当に、まあ、今までお話しした、何回かお話しした吉田松陰先生であったり香取元彦先生さんもそうですけれど、もう本の読む量、もう写す量といったらもう尋常では考えられない、はい、まあ、そこまでならないでもいいですけど、教育者なんですからやっぱり勉強しなきゃいかんですね、うん、そのレベルが、まあ、非常に低いということだと思います、はい、で何をやってるかというと、あのもう本当にざっくばらんな話ですが、まあ、授業、大変なね、学校の先生は授業をやってると、うん、でも安直があるんですね、はい、指導書という、はい、これなんかテレビで前取り上げられてましたけど、一般にはあまり知られてないと思いますけれど、もう指導書はこの分厚くてですね、はい、1万円以上にして、はい、それを見ながらやればいいんですよね、うん、最低、はい、だから別にそんなにね予習しないでいいと、まあ、一生懸命やってる先生中にいますよ、本当に自分でノート作ってですね、うん、次の授業どうしようか、はい、まあ、そうあるべきなんですけど、そういう先生わずかで、もうほとんどがこうやって安直を見てっていうような感じですから、そんなに大変ではないですね、今 あの本当に働き方改革ではないですけど、もっともっといろんなことできると思うんです、うん、でさっきの話戻りますが、じゃあなんで小学校の先生かっていうと、
子供が好きだから、うん、子供が好きだから小学校の先生やるのやめてよと私は言いたいですよ、うんうんうん、好きなだけではなくて、はい、ちゃんとした教育をしていかなければいけないという気持ちを持ってやっていかなければならないというふうに、ねうん思ってます。まあでもねちょっと言葉ついであれなんですけど、僕教育大でねちょっとあの一回ゲスト講師にやらせてもらったことあるんですけど、まあひどかったですね、うん、だって教師って聖職ですよねって話で、聖職って何ですかって話ですから、うん、いや皆さん分かりますよね、聖職ってね、あの成人のせいに職と、そうですよ、だからそれ3年生だと思うんですけど、教育大学の3年生になって教師が聖職だっていうことを初めて聞きましたって言うんですよ、うん、いやーと思ってですね、であの感想文も書いてもらいましたけど、まあ先生も漢字が間違ってます、ほんでよし子供が好きですと、はい、ようでしょ、はい、でまあ先生になるっていうことですね、はい、まあでやっぱりもうちょっときっちりと教育委員会もですね面接をするんであれば、はい、これ取れるのか取れないかっていうのをもうちょっとちゃんと見ないといけないですね、はい、でその辺がもう甘いですね、うん、甘いというかもう要するに倍率が低いからもう仕方ないのかもしれないですね、はい、大阪なんかは特に数確保しないといけないと思いますからね、はいはい、ただまあもっと言っちゃいますと、もう抜本的にですね、はい、まあ、文科省も含めて、はい、あの田中角栄さんじゃないですけど、うん、やっぱり賃金を上げていかないと、はい、いい人材が集まらないです、うん、ですね、なぜ銀行とか商社にいい人材が集まるかというと、うん、給料が高いということもあります、はい、やっぱり先生たるものというふうに考えると、うん、やはりいい人材ではいい人材どうやって集めるかというと、まあいやらしいかもしれないですけど、やっぱりお金なんではないのかなと、はい、おっしゃる通りですよ、はい、だから僕は橋本さんの時にですね、はい、教師の給料下げたからね、はい、バカじゃねえかって、はい、うん、あげるんでしょと、はい、逆にね、はい、うん、でそれでやっぱり比べて京都とか兵庫に行けるわけですよ、大阪で受けようと思ってた人がね、やっぱり、ね、年間ねやっぱり数万円とかが積み重ねでどんどん増えてきますから、それはやっぱりねもう電車で10分行って県またげるんだったらそっち行こうって人間の情勢になりますからね、うん、でそのじゃあ何を教えてるのかっていうと、先ほど言ったような内容を教えてて、でまだ私があの子供の頃は、子供とか中学高校を思い出しますと、そのよく僕は言うんですけれど、その授業の内容なんか忘れてしまいますね、はい、それよりも覚えてるのはその授業の中でも内容よりも行間というか、先生が横道にそれる時とか、うん、朝何を朝の時間で何やってたかなとかですね、まあ怒られたこともよく覚えてますし、はい、そういうそのなんていうんですかね、余裕がないんですね、うん、先生がもう本当にマニュアル化して、はい、あのまあ言い方あれですけど、まあ、まあ進学塾のような教え方をしてたら、まあこれはじゃあ塾とどう変わるんだと、はい、学校と、うん、もっといろいろなことを教えていかなければならないのが学校であると。いうふうに思ってるんですけど、その辺がまあできてない、はい、であともう一点言いたいのは、まあ、レジュメもありますけれど、マネジメント組織でないんですね、はい、学校は、うん、あのとにかくなんか誰でも普通に意見を言ってしまう、はい、で職員会議であったり職員の朝礼であったり、これがまたあのひどい、うん、あの自由に意見を言うんです。私びっくりしましたのは、やっぱり、会社なんかであの会議というと、まあ、上司への報告なんですけれど、はい、もう言っちゃうと上司を吊るし上げるような、はい、それが会議になっちゃってる、うん、学校の職員会、うん、もっとひどかったんだと思いますけれど、あの組合が、うん、もっと強い時はもっとひどかったと思いますけれど、物申すんですね、手を挙げて、うん、管理職はこれに対してどう思うんですかと、管理職だけで決めていいんですかとか、いや当たり前じゃないですかと、うん、組織マネジメントなんですからね、で校長はなんでそんなこと言うの、いや私の意見として当然こうなんですよ、もう随分やり合いましたけど、うん、ちょっと今度はですね、私が言ってることを、まあ、怒鳴ってるとかですね、うん、まあ関東なんで言葉がきついのかもしれないですけど、そんな言い方をして組合に忠告、はい、ご中心されたり、うん、ただ教育委員会出てくるんですけど、うん、教育委員会さんは、まあ、どっちの味方かなと、民間校長の味方か、はい、うん、あるいは先生の組合の味方なのかみたいなね、うん、そんなようなこともありますんで、うん、じゃ教育委員会今大阪市でも、まあ、500人とか600人もすごい多いんですけれど、まあ、何をやどこをやってうまくや組織がやっぱり委員会自体もきっちりできてないんではないのかなというふうに思いますね、うん、やっぱりマネジメントをきっちりとやっていって、現場もそうですし、うん、あの校長先生ももっと何ですか、もうやっぱり校長ですからね、はい、
吉田松陰先生は姿勢でも本当に一心を投げ打つぐらいの、はい、終わりの職じゃない、終わりだったらもう、うん、あの官職でいいんですけれど、はい、まあ年取ってなんかじゃあ管理職で校長やるんであればちゃんと組織をきっちりマネージして、でなおかつあの一人一人をきめ細かく見て、児童全員がですね、あるいは中学だったら生徒が全部自分の子供だぐらいの感じで、私はそう思ってやってるんですけれど、はい、そうじゃないとやっぱり教育者とは言えないと思ってますね。まあね、これは日本全体の問題ですけど、大学出てすぐ先生になるっておかしいんですよね。おかしいですね。おかしいと思いますね、はい、海外だったら最低限やっぱ民間経験積んでから先生になるんですよ。日本なんかね、確かね 3% ぐらいだと思いますよ、民間経験の先生が。アメリカだったら多分10倍ぐらいですよ、 30-40%、うんうん、まあ、アメリカいいとは思いませんけど、でも僕は先進国で多分調べたら日本ほど社会経験のない人が教壇に立ってる国ってないと思いますよ、うん、それぐらいやっぱり社会経験がない、その人がですね何を教えるんですかって話になってくるんですよね、その教官の部分で。うん、ですから多分小田村さんなんかが民間経験者入られると、そのマネジメント一つ取ってもそんなんで組織回らないよねっていうことがたくさんあるんじゃないかなというようなところですよね、うんうん、だから校長先生は結構先生にその任せてるんじゃなくて、うん、もろ投げなんですね、はい、学校の例えば図書を買うにしても、あの本ですね、図書室の、はい、校長先生中身見てないですよ、うん、だからあの戦時中戦争の関係する本なんか極めて良くないですね、うん、自虐的な本ばっかりです、うん、日本侵略日本、まあ、そんな本があったりとか、はい、まあ、すごいですよね、うん、だからそういうのも校長がちゃんときっちりして、まあ別に、右とは言わないですけれど、あの何ですか、あのいわゆる中立というか、それこそ 教育の中立性できちんとしたもの、うん、いや別にね、そのリベラルな本があってもいいと思うんですよ、はい、でも一方で逆に保守的な本があって、子どもたちが両方読めるような環境があればいいのに、はい、こっちの本ばっかり固めちゃうから、はい、これが本当だと全部ね、はい、鵜呑みしちゃうんですよ ね、はい、子どもたちが、はいはい、うん、はい、でもうそのマネジメントのところで一番僕が気にしてるのはほうれん草、はい、挨拶、先生たちはあの挨拶ができないのが多いんです、うん、だから朝入ってきてもなんかきっちり言わない、でも子供には挨拶しなさいというで報告連絡相談 もうない、うん、で何か起こった時に焦って校長にすがってくるというのが一般的な学校ですね、うん、まあ私のところではもうほうれん草ほうれん草と口酸っぱく言ってるのね、だいぶ出てきましたけれど、うん、まあ、あのナンバー2が保護しないんで、うん、まあ、非常に困るところですよね、うん、だからそういうのもきっちりやっていかなきゃいかんし、うん、本当にその辺が社会経験がないと言いますか、あの子供にはこうしなさいと言いながら先生たちは自分が何か言われたりするのを非常に嫌うから、はい、私が何か指示したりするともう嫌うんですね、うん、指示ということがだから自分がやられることを知らない、うん、教室なんか小学校で行くと、まあ、あれですよね、自分のあの何ですか王国みたいによく言われる学級王国という、はい、うん、であの最近は東京なんかは随分開けっぱなしが多いですけど、はい、閉めちゃうと何やってるか分からない、うん、ね、まあ、あの我々は、まあ、最近ね校長もよく、まあ、回るように見なさいと言われてるんですが、まあ、先生がどういうことを教えてるか、うん、どういう教え方してるか、それと子どもの様子、はい、で子どもの様子が悪くても先生が注意しないとダメですよね、うんうん、私が必ず教室を回るとピリッとするんですよ、うん、子どもたちが、はい、まあ、普段はあの校長室に来たりして遊んでるんですけれど、やはりあの何ですか、足はこんななってたりこんなことしてる子をね、やっぱりちゃんと姿勢を正したりとか、うん、聞く姿勢とかですね、はい、そういうことをきっちりとやっていかなきゃいけない、うん、まあ、それが教育の一つであると思いますね、はい、うん、はい。